ばんは。ちょっと遅れました、すみません。こんばんは。こんばんはです、皆さん。眉毛しっかりめ、眉毛以外をしてないから多分眉毛が目立ってんのかもしれない。こんばんは皆さん、こんばんは。すみません遅れまして。うわ、七夕ギフトだ。こんばんは。うわ、50年ギフトだ。今日からあの配信リレーも始まってますね。こんばんは。そう。こんばんは。すごい、ありがとう。え、七夕は七夕ギフトですよね。STU じゃなくて。STU だから青なの？こんばんは。こんばんは。皆さんどうしましょうか。七並べ、あ、あ、待って、部屋も七夕、え、5周年、これどっち、七夕っぽいよね。でも見た目的になってる。ミルキーウェイがこっち、皆さんから見たらかかってる。こんばんは。冷まして当たりました。お、イエーイ、楽しみですね。こんばんは。わー、すごい、星だ星。え、キラキラしてる、キラキラしてる、すごい。こんばんは。言ってた指輪が届きました、すぐ。じゃーん。ちょっと黒く見えるんだけどさ、綺麗な青なんですよ、透き通ってる。見えないね。でもほらほらほら、でもこれつけてなかったらね、ほらほらほら、色が変わるんですよ。見てほしい、その変わり具合を。ちょっとでも持っとったら体温で変わらんかもしれんけん、ちょっと置いときますね、ここに。ここにっつっても見えてないけど、ごめん。置いとくけん、色が変わったらまた皆さんにお見せします。横から見るとね、そう、体温が高いとね、青なんですって。私結構手はいつもあったかいんですよ。そう、それで青にしかならん。そうで、今日はね1日ということで、いつもならね七並べのお礼をさせていただいてるんですけど、今回はねイベントに出てたっていうことで、あのイベントのお礼も兼ねてね、またあのなんて言ったらいいだろう、もっと時間があるときに皆さんのお名前をちゃんとお書きして、今月っていうか先月のランキングはお礼をさせていただこうかなと思うんですけれども、いつにしたらいいかがね、ちょっとまだ多分10日までさ、すごく忙しい、10日以降もね忙しいと思うんですよ。まあ、なんかどこで時間が取れるかちょっとわからんのじゃけど、そう、でもお名前とか書くんだったら皆さんにちゃんとあの
日時を言ってからの方が、お伝えしてからの方がいいと思うので、そう、今日はねお名前を読み上げさせていただくことは今日しようかなと思います。そうそう、名前だけは今日読み上げの、今度またお名前と名前読み上げながらお書きもするっていうのをしたいと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いします。アーリーさん、アーリーさん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます、おめでとう、素敵な一年にいっぱいラーメン食べてください、イエイイエイ、おめでとうございます。口の色かわいい、10万以上だと思ってた。そんなお高いお買い物は、こんばんは、まだあんまりしたことないですね。それでは40分から読み上げようかな、あと2分じゃけど今日ね、あのね、ずっと行ってみたかった、あの日本最大級の無印良品に行ってきたんですよ。広島にね、なんとあるんですけど、皆さん知ってましたか。そこでこれを買いました。重っ、じゃじゃーん、リングダンベル、イエイイエイ。これ無印のね商品じゃないっぽい、タニタの商品らしいんですけど、無印で売ってたよ無印要素いやでも無印で売ってたから無印のやつですし、あんだって、チャコもそう思うって、チャマの声かな今の。めっちゃ重いけどね、これ1キロ1キロで合計2キロなんですよ。あんあん、ちゃんと無印言って、ツイートしたい広島ネタがさ何個か溜まったんじゃけどさ、した方がいいよね。だって皆さん多分5周年で来てくださる方が、5周年で広島を訪れてくださる方がきっと多いんですもの。40分になった、お、40分になったということでねえ、第54回推しメンイベントランキングトップ100の皆様方のお名前をお呼びしていこうと思います。また後日もお礼配信するので見ててください。この配信はね、1日にいつもあのお礼をいつも読み上げだけですけどさせていただいてるので、1日にとりあえず、なんちゅったらいいのかな、今回はあのイベントに出てたので第1弾のお礼みたいな感じで読まさせていただきます。それでは100位の方から、100位明神たけるさん、99位なあゆみちゅおしさん、
98位クマ5号さん、97位春台湾さん、96位ヤスさん、95位晴れの国のしんちゃんさん、94位なっからさん、93位ひかるさん、92位りょうさん、91位キョンシーさん、90位なおおたくみかえさん、89位ジェイポング香港さん、88位こげぱんさん、87位さやさん、86位テトさん、85位ブオーンさん、84位ゆうとくんさん、83位エムアカさん、82位さかむけさん、81位木彫りのしゃけさん、80位 MY さん、79位長昇金さん、78位翔さん、77位サトルさん、76位ゼットンくんさん、75位デブニャンさん、74位クマペイントさん、73位チーマイさん、72位なべさん、71位世界ひろしさん、70位ベットンさん、69位英作さん、68位カズ66さん、67位タカさん、66位モカチンさん、65位小池香織さん、64位スーパーサブさん、63位 SZ さん、62位 BD マンさん、61位マキシマさん、60位白鳥さん、59位シティリバーさん、58位のびさん、57位メロさん、56位シューンさん、55位長ちょさん、54位雨のおしひさん、53位今村さんに嫌われたおさん、52位しげのりししさん、51位ほじさん、50位アトムさん、49位運気水郷さん、48位つーもさん、47位りょここさん、46位伊予のまささん、45位ピッコロさん、44位ブルー台湾さん、43位勝手に触れてはダメださん、42位キヨさん、41位サボコさん、40位パフィンさん、39位キミさん、38位クボチさん、37位ヒョウさん、36位リョータさん、35位アールミチュさん、34位パオシさん、33位ペルーサさん、32位ウィーウィッシュさん、31位上野さん、30位トモマーチさん、29位ユウスケさん、28位オレンジさん、27位トミコさん、26位つぶつぶゴリラさん、25位キュート6さん、24位マサさん、23位マサジさん、22位ムッシーさん、21位西平さん、20位トゥーさん、19位ベーコンめっちゃすさん、18位ハモンさん、17位東京特許許可局局長さん、16位ゆきさん、15位ひなロスさん、14位米印さん、13位 M 健さん、12位道押しなんちゃんさん、11位あんばさん、10位すずねさん、9位望月もちおさん、8位ジャストミトさん、7位おふさん、6位ナダダダムドさん、5位なっかんさん、4位長谷川さん、3位セリアさん、2位今村みつけ、そして1位はトゥルル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 ンジちゃん、チャマとチャコさんでした。ワンワンワン、ありがとうございます。皆さん本当になんか結構自分の体感たくさんこの方当たったなっていうね思う方もあのね結構いらっしゃって、そうなんて言ったらいいんですかね、当たりやすい当たりにくい、なんかその押すタイミングなんて言ったらいいのかな、多分癖というかさ、時計のここで押すみたいなのが多分同じような方と当たりやすかったのかわかんないんですけど、そうでもねたくさん
いろんな方がやってくださったんだなっていうのが、ね、目に見えて感じてありがたかったです。本当にこの1ヶ月ね、このトップ100に入れなかったよっていう方でも、ね、たくさんプレイしてくださった方いらっしゃると思うので、皆さん本当にありがとうございました。ありがとう。今日から未知のモバメを読んでます。ありがとう。今日お休みメール送れなくてごめんなさい。もっと送るから明日待っててね。全員がパラダイスって時もあった。すごい。うんうんうん、ね、ありがとう。今回は、今回というか今月は合計40万コインぐらい使って、多分新アイコンと新トランプ、もうトランプ5種類制覇したので、はい、それを皆さんに自慢しようと思って今日も何回かプレイをして今20何位か30位ぐらいにおるんですよ。28位にいますね今私。なんでございます。はい、またさせていただきますのでお会いしましょう。モバメに変顔とか載せてないよね。めっちゃめっちゃたまに載せるかも変顔、なんかっていう顔とか、あんまり載せないような顔載せますね。ハード溜まってたんでこっそりランクインしてました、別名で。ありがとう。いつの対戦を一気に減らせました。ありがとう皆さん。顔が面白い。どういうこと？全てなくなりました。何が？7月になったから未知のメール取り始めて。ありがとう。送りますね、待っててください。そういえば名前変えるの制限かかるようになってしまったの。うん、まあでも確かにさ、なんかすごいお名前だなっていう方とかいらっしゃったからかな。こんばんは。アイコンめっちゃ回したのに当たらんかった。マジか。私もね結構ね回しましたね。いつも私結構アイコンガチャの運が良くて、5回回せば自分が手に入る時とか。でも今回は結構回しましたね。なんか多分時間帯によってね、出る人出ない人のなんか差がある気がするんですよ。私は今日お昼ぐらいにやったけど、みなみんが 2,3 回出ましたもんアイコン。他の子は出てないのとかあるけど、何回なんて言ったらいいんじゃ、あのさ、ね、ちょっと人数も多いですしね、なんか星1星2とかもあるしさ、アイコンガチャって難しいよね。親と話してたんですよ、どうしたらいいか。そう、何回引いたら推しメンのアイコンと交換できるみたいな。アクアマリン、私アクアマリン6000個溜まってて面白かった。ガチャ券すんごい持ってたんですけど、
1回ずつしか使えんけんさ、10連できんけんさ、ガチャけんでポッポッポッポってやってから、そうそう、アイコン10連ガチャで全部普通の時めっちゃ悲しかったね。そうよね、アクアマリンって使い道ある。アクアマリン、あのガチャけんに変えれる。で、1連ガチャが何回かできますね。うん、難しいですね。ウマ娘とかさ、うん、何回か引いたらさ、星でさ、でんくてもなんか交換できたりできんけ。違うか。で、ピックアップとかがない検査でも難しいですよね、考え方が。ウマ娘とかピックアップ、ダイゴとかもさ、そのあれがあるじゃん、ま、ピックアップはないか、あの星1星2とかを、あのヘビとかさ、犬とかさ、男女海賊みたいなやつをさ、じゃけん200個あれが集まったら、そのもう指定した推しメンのアイコンに、アイコンとその200個を交換できるとか。でも200個でもなかなか大変ですよね。アイコンガチャってだってカードより高いもんね。びっくりしますよね。あとはそのヘボヘボくんたちでも、あのその積み重なるごとに星が強くなって、あの一押し力がさ、アイコンでつくみたいに、あのアイコンが強くなればいいのにって言ってた親は。一番はね、推し面が出るのが一番いいけど、そうじゃない救済措置をするとしたらね。でもなんかゲームアプリを作るのって結構大変らしいけんさ、そういうなんか一つのそういう新しい要素を取り入れるだけで結構なんか数式とかいるんじゃろうなって思って、8万ぐらい使って推し面出た。8万ってどっちですか、ゲームの世界の8万こっちの世界の8万、ゴリラをリネちゃんとかかにYouTube 見てくれたでしょね。難しいですよね。なんか、もう推し面が出るか出んかも全然わからない。もしかしたらメンバーさえも一回も出ず、犬とかウサギとか羊みたいなのが出る1000円高いアイコンガチャ引くなら4000円でみんなのここだけの写真が見れるカードガチャ引くしかってなりますもんね。どちらかと言うと、これがさっきのタニタのやつです。ダンベルなんです。可愛くない？持ちやすいんですよ、めっちゃ。あの二の腕の痩せ方をね、ジム行った時に教えてもらったので、持ちやすいダンベルでこうやってこうちょっと斜めに上げて、こうやってね、ダンベル持ちながらこう、ちょっと角度がおかしいんですけど、ちょっと上がらんあれがあるけど、こういうやつをね家でやろうと思って
しかもこうなんかこうやって置いとってもさ、韓国雑貨みたいじゃない、最近の花が刺さりそうな見た目してるから。片方1キロなんや。でもね、100均にはね片方4キロのやつがありました。びっくり。これで頑張ろうと思います。私よき嬉しい。わがたまいいね。ね、ぜひ皆さんも。1キロが一番重かった。何があったかな。 0.5 と 0.7 かな。相当1キロだった気がしますね。あ、ね、グリアリ発見来ましたね。何名か座席をツイッターで教えてくださってる方のツイートを見ました。近いうちに撮影ありそうな予感ないですよ。あの5周年とかに向けてやろうとしてるだけ。見て、ほらほらほら、色が変わったでしょ。ちょっと青系じゃけどさ、上は緑じゃない？ほら。そう、でもこれまたすぐね変わっていくんですよ。ピンクになったり黄色になったりねするんです。ちょっとあんまり、ほらほらほら、濃くなってきた。あんまり変わらなかったけど、温度で変わるの。あ、すごい、ドラクエとかに出てきそう。もうキュンキュンしますね。ドラクエやりたい。こんばんは。ということで明日はあのももちゃんとパレードに参加するので、ぜひ写真も撮れるらしいので、広島のね、広島行けるよっていう方、広島いるよ、行けるよっていう方、お会いしましょう。ドラクエ好きよ。それでは壇上を見ます。22位ジェイポング香港さん、21位井上義弘さん、20位アツさん、19位恐ろしゴリラさん、18位キミさん、17位マサジさん、16位キャスパー大君さん、15位ジュノラニカベグレさん、14位長谷川さん、13位スランプ君さん、12位昔からおじいさん、11位ブルーさん、10位レミさん、9位エムケンさん、8位テリーピーさん、7位8日後に担々麺を食べるまさきさん、6位セリアさん、5位ショウさん、4位坪井祐介さん、3位マサさん、2位ナッカンさん、そして1位はトゥルルルンシャン、トラッキーさんでした。ありがとう。すごくない？ほら濃くなった、わかる？そう、今日はチップくんの誕生日でした。1日になった瞬間に家族 LINE にお祝いのメッセージを送りました。お祝いしてくださってた方、ありがとう。